動画をご覧いただきありがとうございます。ココアートチャンネルへようこそ。前回は作品を個展より前に予約できませんかというお問い合わせに対しての動画を作りました。そんな中で私のとても初期の方の作品を今日はご紹介したいと思います。それではそんなチャイルドストーリーに展示されるとても昔の水彩画を紹介したいと思います。どうぞ。代表的な作品を抜粋してご紹介します。最初に紹介するのは私の1冊目の画集、子どもの表紙の作品、ベースペインティングです。コラージュしてあるものがいつ撮れるかわからないって楽屋さんに言われていたのでちょっと心配してたんですけれども、なんとか無事に展示ができそうです。そしてそのフェイスペインティングに似た作品なんですけれども、青い猫の作り方、実はこの2つにはある秘密があるんです。この作品もごく初期の作品で、どうして僕ばっかりという水彩画とコラージュの作品です。この作品も画集子供に掲載されています。この作品もごく初期の作品で、蝶々を追いかけて野原を駆け回る少女の作品なんですけれども、この作品も画集子供に掲載されています。それからこの作品もとても初期の作品で、テントウムシと一緒にアジサイをよじ登る少年の作品です。画集子供に大きく掲載された作品です。この作品も画集子供に掲載している作品です。野原でデートする小さなカップルを描いた水彩画とコラージュの作品です。それからこの作品は最初の画集子供にも、セカンド画集恋文にも両方に掲載されている春水晶という涙の作品です。この作品も画集子供に大きく掲載された、これから夏のいいことというシャボン玉の作品です。結構大きめの作品なのでかなり見応えがあると思います。それからこの作品はタイトルが長くていつも省略されるんですけれども、一緒に海に行こうよ、そしたら僕がお魚捕まえてあげるからという作品です。それからこの作品は横の長さが160センチ以上もある大きめの作品です。夕日の中の子供たち、画集子供にも掲載されました。それからこの作品は雨宿りのキノコたちという作品なんですけれども、実際に木の板を丸く掘って裏から水彩画を貼り付けた、そんな作品です。この作品は夏の恋の魔法という水彩画とコラージュの作品なんですけれども、私の大好きなアジサイを描いた作品です。この作品は画集恋文のエンディングを飾った作品で、海の精の祈りという作品です。この作品もいろいろコラージュしているので撮れてないかドキドキして開封したんですけれども、無事展示することができます。この作品はリトルマーメイドという2001年に描いた水彩とアクリル画の作品です。阪急百貨店の人魚姫をテーマとした展覧会にも出品され、その後画集恋文にも掲載されました。この作品も画集恋文に掲載された作品で、百人一首の書と赤い羽が特徴の作品です。この作品も恋文掲載の作品なんですけれども、15周年の時の中の子供たちの展覧会にも出品されました。この作品も画集恋文の掲載作品、初めてのキスの夜にという作品なんですけれども、月の下で真ん中でキスをしているシルエットが見えますでしょうか。この作品は残念ながらもう予約が入ってしまっているんですけれども、キャンセル待ちを受け付けています。長月の青い花という作品です。この作品も百人首がテーマとなった恋文に掲載されている作品、夕凪に二人という作品です。この作品も恋文に掲載された作品で、15周年にも展示されました。動画でもご紹介したことがあります。蘭黒髪という作品です。この作品も恋文に掲載した作品で、木に描いています。よく見ると木目が見えるんじゃないでしょうか。一人カモネルという作品です。それからこの作品は私が活動を休止する直前の作品、リトルデビルという作品です。ちょっといろいろな思いが込められている作品です。はい、いかがだったでしょうか。今日この動画でご紹介した作品は確実にギャラリーの壁に展示されます。よかったら生でご覧になってください。中には本当に大きくてもう二度と展示されないんじゃないかなという作品もあるので、ぜひお時間がある皆さんは展覧会に来てください。それからこんなお問い合わせもいただいています。私がギャラリーにいる日を教えてほしい、トークショーはどんなことをするんですかというお問い合わせをいただいているんですけれども、ちょっと変更があったのでナレーションで失礼いたします。
今確実にお約束できる材料日は画面の日にちになります。今後材料日が増える場合がありますけれども、その場合はホームページでお知らせしますので、ぜひホームページをご確認ください。19日の火曜日と25日の月曜日は休館日になりますので、どうぞお間違いなく。混雑した会場が苦手な方や、じっくりゆっくり作品を見たいお客様で、私の在廊を希望される皆様は、予定がない限り平日でも在廊することは可能ですので、ぜひホームページまでお問い合わせください。トークショーに関しましては、土曜日と日曜日、それからオープニングとエンディングに決まった時にお送りしようと思ってるんですけれども、ギャラリーツアーに関しては私が在廊していればご希望であれば対応することも可能です。初日にはオープニングトークショーを予定しています。2時からと5時から、それぞれにギャラリーツアーとかトークショーを考えています。その他また展覧会に関する疑問がありましたら、ぜひホームページまでお問い合わせください。スタッフが対応させていただきます。いただいたメッセージにはスタッフがきちんとお返事するようにしていますけれども、今お問い合わせが立て込んでいます。お返事が遅れる場合がありますけれども、どうかご了承ください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ここはアートチャンネル。よろしければぜひチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール画像をクリック、またはタップしてください。画面のおすすめ動画もクリックタップで直接ご覧いただけます。それではまた次のココアートチャンネルでは。